最近のアニメ調の 3D モデルに対するみんなの反応。本当にここ数年で急激に可愛くなったよな。これがハイエンドの PC とかでもなくそこらのスマホで見れるんだからすげえ時代になったと思う。最近の 3D はほんと可愛くて感動する。最近のは二次元のアニメっぽい可愛さ保ちつつちゃんと動くからすごい。可愛いのをゴリゴリ破綻なく動かすのもすごいが、それが安いスマホでできるくらい軽いのもものすごい。瞬きとか細かい動作の違和感で引っかからなくなったのは職人の技なんだろうか。モデル以上にシェーダー周りのノウハウが大きいと思う。見た目も進化したのもそうだけど動きが良くなったのもかなりでかい。モデルのポリゴン数や解像度よりもモーションキャプチャーの効果が大きい気がする。馬娘でビビるのは SD キャラも同じくらい動くこと。馬は 30fps だから見た目の割に軽い。3D モデルでカメラグリグリ動かせたりモーションいろいろあって動いてくれるのほんと楽しい。あのカメラさん下から映せませんか、とは毎回なる。馬娘は省力っていうか軽量化に力入れてると聞く。まあそうでなきゃ多人数動かしてライブとか難しいだろうしな。多人数のライブを想定したゲームは省エネだね。逆に少人数でいいので重くしてるゲームもある。馬娘 DMM 版は頑張れば20年前の PC で動くと聞いた。馬娘はこのクオリティで20頭立て凱旋門賞や16人ステージライブのリアルタイムレンダリングができるのがすごい。そのしわ寄せで観客とかターフの背景とか PSP みたいなレベルだけどまあ捨てるならそこになるよな。ライブとレースでは大抵のユーザーが顔と服装しか見ないから割り切りは正しいと思うよ。馬娘のモデルは瞳がみんな綺麗だなっていつも思う。こんな綺麗なモデルなのにあんま重くなくて比較的快適に動くのが一番すごいと思う。税の限りを尽くしたような性能の PC だとどれほどのものが作れるのかは見てみたい。3D で高品質なもの作ろうとすると途方もなく金と時間と技術と人手がいるからな。これが噂の、不気味の谷、ま。魅惑の谷間じゃないですか。いやーすごいですよね。二つの果実がたわわに実りバルンバルンとテンペンチーのごとき揺れを見せる 3D 技術。初代バーチャファイターとかに比べたら聖マジー進化よなー。あんなカクカクモデルでも初めて見た時の衝撃はすごかったんだよ。人はああやって動かして遊ぶゲームを見たの初めてだったからねー。タメとか一気に動かすとかメリハリ、重力の見せ方が自然になった気がする。アチアチにならないのは本当助かる。他ゲーはアチアチになって重くなって落ちること多いからな。ガクマスをやるとスマホがかなりの加熱クロス。ガクマスもすごいけどあっちやると手や腕に触れた髪が荒ぶったりする。馬娘は干渉の処理がいかれてるよなぁ、と改めて思ったわ。マーベラスが腕を回してる時にツインテに当たってた判定はすっぽ、ってなった。これ以上を望むなら髪の毛一本一本を違和感なく揺らすレベルの話になってくる。馬娘の MMD モデルは本家とほとんど見た目が変わらんレベルのやつが多数あってびっくりする。MMD の方が本家に比べて制約が少ないから綺麗に作りやすいってのはありそう。ドリームクラブで 3D ムチムチモデルに目覚めさせられて馬娘で高品質の 3D モデル出てきて感謝。ドリクラでも声当ててた人がいるのは秘密。馬娘がサービス開始して最初に会話シーン見た時の衝撃を昨日のように覚えているよ。そしてモーションバグでキャラ崩壊して笑ったの覚えてるよ。ゴルシのドロップキックやルビーのオセイソ見返り美人あたりを全キャラで見たい。アニメもゲームもだんだん進化しつつあるよね。わしらが子供の頃は FF7 の 3D モデルですげーすげー言ってたもんじゃ。 3D アニメといえば、つい先日地上波で放送されてたドラゴンボールの映画は作画や演出のクオリティも高かった。宝石の国も 3D アニメだとすごかったな。宝石ゆえの高質感、きらめきが表現されてた。人のモデリングではないけどゾイドとかブラスレーターとかたまにすげえ 3D 作画の作品もあるんよ。歴代プリキュアエンディングがまさに21世紀 3D の歴史。確かに、初めて見た納得いくレベルの二次元風 3D アニメーションはプリキュアエンディングのやつだった。最初見た時もあれをうまく使えば 3D モデルだけでも高クオリティのアニメ作れるんじゃねって思った。
シリーズを重ねるごとにエンディングの CG ダンスの技術力が上がっていってるのすごいよね。ウマ娘の場合はアクターの演技もすげえと思う。ダンスとかバリバリのプロなんだろうけど微妙に素人っぽさがあるのがいいんだ。一糸乱れぬバチッとしたダンスはかっこいいけど、全員が全く同じ動きするのは逆にちょっと人間味がなくて怖いからね。完璧すぎるとロボットみたいに見えるし線ゼロみたいにキャラが早く動くと不自然に見えるね。さらしの差でいなりの揺れが違うって知った時は、こいつ、相当変態だな、って思いました。バストコーディネーターなんて独自の役職を作ってる人だっているからな。ゼンゼロとガクマスの技術がすごすぎて今やウマ娘でさえかすむ。ゼンゼロはキャラモデルの技術はあんま力入ってなくない？動きのパターンの少なさとエフェクトでごまかして見た目全振りタイプ。センゼロはキャラ編成時のモデルを見ると荒さを感じる。まだ未実装だけど雅のモデリングめっちゃ文句言われてるからな。バニーガーデンといえばライブが決まったらしいけど、実質ウマ娘ライブ。アニメ超グラはやっぱギルティギアイグザードが衝撃だったかな。全国大会かなんかでサプライズ発表されてもうこれアニメじゃんって思った。桜革命の 3D モデルも忘れないでくださいね。いっつも持ち歌をタユンタユンベンチマークにされてるファルコかわいそう。ブルマの輪郭もうちょい滑らかにしてくれてもええんやでにっこり。多人数を動かすために頭以外の箇所は意図的にポリゴン数減らしてるから無理や、心の目で見ろ。輪郭がくっきりしない方がええこともあるんやでクロウト。サイゲはマジで頑張ってると思う。ライブシアターを見てるだけでもくっそ楽しい。多人数が動きまくるのを見てるだけで楽しい。あとは歌唱対応を増やしてもらえません？髪の毛とか勝負服のコリジョン判定を調整して貫通したり埋没しないようにって、地味だけど結構手間のかかることしてるよね。3D でハイクオリティを求めるとなると、とてつもない手間と技術が必要になるからな。ウマ娘はそれに加えて尻尾まであるから面倒この上ないだろうな。今回のイベでもベースのピッキングがしっかり弦に指かかってるとか変態かと思った。ブライアンは左手ずれてたとこあったけどまあそれも愛嬌。ウマ娘の 3D は髪や服が体を貫通してないのがすごい。ウマ娘も FPS 上げて 4K 対応にしてくれればめっちゃヌルヌル動くんやけどね。ウマ娘は顔以外の造形をめっちゃ省いてるからな、そこがうまいわ。里のダイヤモンドの通常勝負服が驚愕だったな。くっそ面倒そうなデザインをスマホで動かせるレベルに落とし込んでいて、ここまで来たか、ってなった。どのキャラ動かしてもモデル崩壊しないの地味にすごいよな。ウマ娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。